で、8月で、9月も11本動画投稿で、708、動画、再生数。で、22.9ということで、動画としては、伸びてるのはやっぱこの値ってことですね。新着動画がそんなトレンドに入ってくることはないよっていう感じでしたね。2019年の9月のところは見てみるとどんな感じだったかっていうと、ちなみに1月からどんな投稿しとったか、ちらっと見てみましょうか。適用して見てみると。最初に、このあたり郵便、このあたり郵便の解説動画ですよね。ずーっと上げとって、選挙郵便のこの辺とか来るかなと思ったら全然やっぱし、あんまりこの辺り伸びなかったんですよね。で、ビバホームの動画も、これも1月だったんですもんね。ですから、結局1月の、時に上げとった、特にこの動画で2の3の1の簡易書き留めの動画とか、この辺りが、引っ張ってくって感じでしたね。配達証明とか来るのかなと思ったらそうでもなかった。で、特装とかこっちの方が伸びるのかなと思ったら全然伸びなかった。これ、どんなもんだろう。これが、でも470が入ってんだね。っていう感じですからね。なるほどなっていうところですね。引っ張ってたのは結局累計で引っ張っとったのはこっちの簡易書き留めの方ですね。これが累計6000。結局その新しいやつ、更新してからも言うて再生が入ってるんですね。っていう感じです。ございます。こんな感じ、ちょろ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 って入って。うちのところのグラフですから、こういう感じのグラフになります。ぐーっていう感じですね。普通は、だいたい初日のところにボーンと盛り上がってきて、あとはそんな伸びないよっていう感じになるらしいんですけど、うちはどっちかというと、後伸びタイプですね。過去48時間でも3アクセスあんだなっていうところですからね。そう、こっちは旧動画でも新しいやつからね、そっちの方に再生も映ってるんですけど、今でもやっぱこっちもちょっと入ってくるところあるんですね。なるほどなっていうところでございます。で、2月にアップロードした動画が、亀山発新宮行き各駅停車の旅ですね。当時まだちょっと番号の振り分けとかもちょっとどうしようか、いろいろと迷ってたところですね。で、自販機で買ってみた動画とか、卵の自販機に燃えてきたりとか、ここでしたね。わざわざ卵だけ買いにね、スーパーで卵を買い忘れて、卵だけ買うの恥ずかしい、どうしよう、そうだ、卵の自販機で買おうって言って、伊賀に行くっていう動画でしたね。まだこの頃の方がちょっと YouTube っぽいから、それだけで一本にしてますもんね。でも行く途中、家庭は家庭で結局分けて作ってんのか。あれ？作ってない。作ってないね。一本にしてるな。そうか、30分動画だったからな、当時は。多分これも30分ぐらいあるんじゃないかな。これ行くと67再生ですよ。すごいな、すごいな。8分動画が、8分にまとめてたかな。頑張ってた。意外とそういうふうにやってたんだ。っていうのがあったりしますね。で、あとは何？トムパンカフェとかね、こんな感じでしたね。そう、4粒がこのと当時は4チューブにしてて、これで YouTube と間違えて、検索引っかかってこないかなと思ったら、そもそも4チューブで調べても、あなたは YouTube と間違えスペルミスしてますよって言われて、4チューブの動画が全くわからないってことに気がついたのが、もうちょっと後になります。この当時はそれに気づいてなかったぐらいですね。で、ST シリーズを分けてなかったね。別に北中西地域以外に行ってたやつでも4チューブ使ってましたね、当時は。YouTube と4チューブって感じで分けてましたもんね。で、3円切手とかの動画も、ありましたけど、これも伸びてないんだよな。3円切手の動画伸びるだろうと思ったんですけど、40にさしてたもんな。すごいね。とかがあったり。グローカルシリーズやろうとして失敗したな。あとは、仕事を求めるっていうね。まあ、実はこれも当初から予定してたところなんですけどね。もう、退職するだろうなってことは分かっとったんで、明確に決まったんで、ここで発表してって感じでしたね。で、まあ、今のところに至るっていうところだったりしますけどね。とかっていうやつがあったりします。他の動画も全然、新着動画伸びてないですからね。っていうのがあったりしますね。2月はこんな感じでしょ。で、3月が、3月何上げてる？ちなみに当時は、あれです。今みたいにコンスタントに上げるじゃなくて、なんか間が空いてるのは何かっていうと、
よし、休みできたぞ。おらおらおらって編集したのを、お、できた。これは出来がいいぞ。おら、投稿したね。スケジュールそんな関係ねえ。できたやつからそのまま投稿した投稿だってやってて、時間も減ったくも関係なくね。はい。できたやつをとにかくあげるっていう感じでね、おらーってあげとったんでね。うん。負けするなら早い方がいいんじゃーって言ってね、夜中の1時とか関係なくもう出来上がった、おら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 って投稿してた、時期なんで、急に4本動画投稿があったりですね、これ3月2日に1234って投稿があったりとか、急にポーンって相手13、14、15ってね、投稿して、部屋取りしたやつをね、編集、ボンボンボンってガーンと編集、部屋取りして、それを毎日、よし、できた、今日できたぞ、もう、今日もできたぞ、って、やりとったっていう感じなんで、こんなにばらつきがありますって感じですね。うん。で、これが、これなんだよ、もっとカラオケ店長が教える？あ、即席カラオケコーダー、これ全然ダメだったな。うん。あと、ちょっと、カラオケ動画関連が、やっぱ著作権引っかかってしまって、全然、あかんくなっとったっていうのもあります。あと、ワンダ町でワンダ飲むね、あったね。これは、ひどかったな。この動画はひどかったな。32再生。すごいな。逆に誰か先見たんだ。見てしてるね。去年の12月に、もう。ワンダ町って、四日市市の端っこの方にあるんですね。もう鈴鹿との境目のところにあるところですね。行った動画とかがあったりとかっていう感じですね。あとは、この動画ちょっと伸びたかな。乗り換え用のやつが。これは結構後伸びでね、ギュイグイグイグイと入って、実は生産して超えたんですよね。ありがたいことに。これも超えたのが、2022年の3月とかですからね。2月とかのところで初めて超えるっていう。3月で初めて超えたんだっていうところだったりするんで。このあたりがうちの、チャンネルの特徴でありますね。伸び方としては。というところだったりします。ね。これ4本あげたら何だったっけ？ああ、ラグビーのね、話題とかね、そうそう。この頃はちゃんとね、いろいろと見てましたから、ね、今はもう YouTube の投稿が忙しくて、なんか見えなくなってますけど。うん。っていうところだったりしますね。うん。で、4月に上げた動画が、ここら辺から減ってたっけ？ 4 月が13本。うん。まだ、投稿数あった時か。13本で、何上げてた？ダイソーで探し物ね、あったー。あったねー。こうなんとか。あとは、近況報告が入りの、郵便用語集。で、なんだったっけ、これ。郵便用語集。あ、周配、郵便、チョコね、とか、そのあたりの用語解説とかが、やっぱね、グラフとしてはこうなるんですよ。グイーっていう感じで。これの規模がその、頭が3000に来るような感じで、フューって放射線が、そんなでかい放射線がないけど、基本的にはこの形になります。うちの場合ね、なんか、なんだろう、700系のね、やつを横から断面図にしたような感じですね。新幹線を断面図にしたような感じのグラフになりますよっていうのが、うちの特徴ではありますね。郵便系動画は特にその傾向があって。で、これはなんだ？紹介動画で、あれか、ごっさ回数、あれですね、に行ってきた時のやつとか、これ伸びないんだよなぁ。23歳生伸びてないなぁ。これ、個人的には好きな動画だったりしますけどね。ごっさ回答遺跡ですね。行ってきた動画ですね。なんだっけ。これでごっさ回答遺跡って読むんですよ。こんな感じで、縄文時代、弥生時代やったかなを、なんか再現したところがあってっていうようなところで行ってきましたよとかっていうのがあったりしますね。ごっさ回答遺跡探訪ってことですね。一応、ここ、一番下のところに、当時はそっか、下にあったんだ。あ、違う、後からテンプレを入れたからっていう感じですね。なるほどな、っていうのがあったりしますね。っていうのとかがあったりするところかな、っていうところですね。うん。
この辺りはそんなに上がってこないんで、やっぱりずっと郵便系のどこかとか古いどこかが上がってくるって感じですね。うん。